チベット高原。製造鉄道が長江上流を渡るスワエメジ川、もしくはチ丸マル川は中国を流れる長江の上流。長江の源流には三つの川があるが、一番の源流が丹田山脈に発するタタが、南の源流が丹田山脈東部に発する東極、そして北の源流がこのチ丸マル川とされている。チベット高原の北東部、青海省内を通っている。 チュマル川とは、チベット語で、赤い水の川を意味する。別名は、極アサライ川、または、極目川とも。チュマル川は、チベット高原の北東部に横たわる、フフシル山地の東部、黒、瀬山の南陸に発する。東へ向けて流れ、途中で、コンロン山無南陸の氷河の水や、雪解け水や、地下水を大量に集める。フフシル南部で、 青海省とチベットを結ぶ道路である製造航路と製造鉄道がこの川を長尾橋で渡る。その後南へ折れ、極朝来県の西部にあるスワイヘシャゲ地区で通天河に合流する。スワイヘシャゲ地区は、戦川と当局が合流して通天河になる地点から 200km ほど下流に当たる。ありがとうございます。